します。巻きます。してから割とすぐ出すんですか。そうですね、着水して、しばらくこの余ってるケーブルが沈んでいくんで、はい、それまではちょっと待ってもらって、なるほど。でそれにテンションがかからない程度のところから振り出しを始める、はいはい、少し猶予があって、はい、追っかけるように出していけば、そうですね、あとはそのケーブルの軽み具合を見ながら、はい、スピードを上げたり、はい、どうしたりとか、そこら辺を調整してもらって、はい、了解です。よし、ついに。デビューやったよ。そうだね。ツーキャストぐらいやりたいんだけど。相手の。せっかくだったね。2回ぐらいにやりたいんだ。まだ効果ありますね。そうですね。で、パックリンし終わったらここにしばらく置いてます。聞こえてないと、あれか、もっと近くないと聞こえないか。割とでっかいんで、声が。はい。つまみを。はい。ここでいいや。電源って入ってないんでしょ。まだ入ってない。これから電源に入ってキャップを外して、そうですね、残り約です。で、吊り上げ、繰り出し、降下、着水、切り離し、釣り上げ、繰り出し、降下、着水、切り離しで出してって50、100ってやるんですね。スラスターってどういう条件で操船側は使ってますか。100メートルまでは絶対使わないっていうふうにこちらからオーダー出してて、センサー振動100まで。船側のなんていうか、こうしたいっていうのはどういうところにあるんですか。はい、船首合意を変えたいとかですね、その側で回答したいとか、あとは左押しとか右押しとかって、はい、船を平行移動させたい、はいはい、それ観測中にあえてその回答
をしたい状況っていうのは、はい、次に備えるから。次に備えるってのもありますし、あのタボマップとかだと、はい、あ、内側に入らないように。CTD もそうですか。出してるときはあんまないんですけど、はい、巻いてるときはそのケーブルが、はい、どっち方向に動いてるかで、はい、なるべく3時船から見て真横に出てくる。なるほど。真後ろとかこっち側に寄ってきちゃうのが、ちゃうとケーブルが巻けないんで。なるほど。じゃなくて CPP の翼角だけでも変われるんですね。二足前進ぐらいだとあんまり、うん、あんまり効果がない、ね、なんか結構そのブリッジで見てると翼角ずっと触ってますよね、はい、あれは結構センシティブなのかなと思って。まあ操船してる側からするとその翼角だけで何とかしようとするけど、ごめんもう無理っていう時にスラスターっていう感じになっちゃう。翼角だけだとすぐに動かないんですよね。徐々にこう変わっていくんで、それはその風とかこう常に当たってるものに対してはそのちょっとずつ風が変わってればそれで微調整しながらこう船は一定の方向を向くようにするとかってするんですけど、急いで回したいとか、はいはい、下から急な変化には釣りがないと、何度回してくれとか、先読まないと使えないってことですね。お願いします。失敗したら最高に。そんなことちょっと出てるんで、もう一回。あ、はい。上げになったらデータ見に来てもいいですか？あ、そっか、変わってね。確認だけ。了解です。良ければ、で、悪ければご自分で。おかげですって言って。はい、わかりました。気兼ねなく、ツーキャストやらせてもらったら。はまた別の機会。巻きでも巻いてるだけなの。調整いらないんで。1.2 を超えちゃいけないでしょ。まあまあそれ程度でちょっと、まあ別に超えたからすぐダメってわけじゃないんで。1.2、あ、巻く方がそんなに気使わないですか。気使わない。まあ早かったらちょっと落とそうかなってぐらいのイメージ。やっぱ出汁なんだ。免許改善いただけるかと思います。木村先生が面白い。ブレーキ効かないじゃないですか。急になんかブレーキ、何か、あ、教官の教官用ブレーキ。教官用ブレーキ。教官用。いやいや、2個つけ。
電源投入します。用意、はい、電源確認しました。はい、ではデータ確認していきます。からデータ来てます。はい、了解です。いつもと同じような感じです。はい、了解です出してる時の速度調整の目安なんですけど、はい、ケーブルが、若干たるむと、はい、輪っか作ろうとするんですよ、はい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 、で、それを輪っかになるかならないかぐらいの状態をキープっていうのが理想です、はいはい、で完全に輪っかになっちゃうとキンクする可能性が高くなるから、それを戻すように戻る、緩くするのか、速度を緩める、0.7 巻きぐらい0.7 巻き鶴くん、逆にこう、はい、テンションかかりすぎなってなと思ったら、はい、速度を上げる、はい、50m、100m っていうのは言ってもらうのを聞いてる感じの方がいいんですか？ここを見てる。自分もそうですね、海面を見て、まあ、なんていうんですか、外の視野で、はい、ケーブルを この辺で見てて、基本は海面見てた方がいいですね。そうですね。たまにドラムにケーブルが巻きついちゃったりして緊急停止しなきゃいけないんで、はい、なんとなくドラムも気にしつつ、はい、了解しました。結構うねってますね。そうですね、珍しく今日はメリ入ってます、ね、これでも箱1メートル